はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回はハーツオブアイアン4続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、ある程度インドシナ半島を日本軍から奪還、代わりにタイが占領するという状況を作り出した後ですね、南寧まで進出をかけました。まあなんで南寧なのかというと、まあ資源マップを見てもらうとわかりやすいんですけど、南寧にはね、鉄が取れるんですね。鉄が。この鉄を下に南寧に進出したんですけど、結局、南寧を奪還したその地は中国のものになってしまって、まあ、タイとしては、陸軍の経験値を稼いだかなぐらいしか、ちょっとね、旨味がなかったというところもあり、かつですね、日本軍の反撃の予感も感じたので、すでにタイの本国に全ての軍を引いています。まあ、その予想が当たった、部分も少しあるのかもしれないんですが、日本軍がね、ご覧の通り再び中国の方に進出をかけていて、このまま行くとですね、もしかしたらタイ、インドシナ半島、あるいはマレー半島に再び上陸してくる可能性もあるかなというふうに思っています。このあたりはね、国境の警備、あるいは海岸防衛をしっかりやっていく必要があるかなというふうに思っています。で、軍の配備状況はこんな感じですね。海岸沿いにずらっと軍を並べています。陸軍の師団を並べているので、まあ、これでね、なんとか敵を日本軍が上陸してくる場合には、これで防いでいこうかなというふうに思っています。でですね、今生産しているラインなんですが、ご覧のように軍用トラック、あとは歩兵用の装備に、野戦砲ですね、まあ、陸軍系の装備と、あとはですね、唯一ある船の造船所では、今は輸送船団を作っています。で、ちょうど今ね、輸送船団作っている造船所2個になりましたね。建造を見てみると、今までずっと、もうかれこれ長いこと作っていた造船所がやっと完成したんですね。これで少しはね、輸送船の製造ペースが上がってくれるかもしれませんね。今56隻輸送船持っているんで、このペースがね、どんどん上がっていってくれれば、少しは、マシになってくるかなというふうに思います。まあ、これは、小沢、この時は中将なのかな？まだ少将なのか、中将なのか。1942年ですね。日本軍の海軍が、イギリス軍の輸送船を襲っているっていう状態ですかね。で、すでに前回見てもらった通り、香港は日本の手に落ちています、すでに。で、マカオ、ポルトガル領ですよね、そうですね。ここはまだね、ポルトガルが握っているっていう状態。で、アメリカ軍はトンキンに、まだいるっていう状態ですね。まあ、この後ね、タイがさらに勢力を伸ばすためには、どうしても、輸送船団が必要なんですよね。強襲上陸をかけるための輸送船団が。そのために、ちょっと造船所の計画をぶち上げていきますか。カンボジアで今作る予定の、いや、ラオスだな。ラオスのこれを、軍需工場回避して、ラオスに代わりに造船所を建てましょう。お、造船所はラオスは、そうか。国境に接し、海に接してないから造船所がそもそも作れないんだね。であれば民需工場じゃなくて軍需工場を作っておいて、代わりにインドシナ南部、ここに作っている、いや、カンボジアだな、カンボジアで作っている工場を1個減らしましょう。で、代わりに海軍の造船所、これを入れて海軍の造船所の優先順位をずらずらずらーっと上げていっちゃいましょうね。で、民需工場を作った後の次の建造は建設かな。建設はカンボジアで海軍の造船所を作っていきます。で、生産のラインの方を見ておくと、今、月に 3.36 作れる状態になってるんだな。
なので製造のスピードを上げるっていうのと、あとは工場あるいはその造船所を建てるスピードを上げるっていうのが、今一番欲しい技術ですね。さあ日本軍の動き見ておきましょうか。うん。順調に勢力はやっぱ伸ばしてるね。アメリカ軍とはまだいざこざは起きていないのかな、ギリギリ。太平洋戦争が始まってくれるとね、タイとしては多少なりとも動きが取りやすくなるんですけどね。どうしてもこのマレー半島、ここで日本軍が上陸してくるか来ないかっていうのがね、一つのポイントにはなってきますからね。さあ、じゃあ、ドクトリンは一旦ちょっと置いておいてだ。工業系をバリバリちょっと鍛えていきましょう。順調にね、出張していた軍勢は戻ってきているので、まあ万が一日本軍に攻められたとしても、少なくともね、いきなりバンコクが落ちるっていうことはないかなとは思ってます。まあ、ただ、前回か前々回か、前々回ですかね、日本陸軍との戦闘を見てもらいましたけど、火力が違いすぎるんで、まともに正面からずっと戦ってると削られていくのは間違いないんで、そうならないように数で押せるように、陸軍のね、徴兵の状態はしっかりとキープしていきましょう。この後はどうしようかな。すいません。もうね、花粉が飛び始めてて結構辛いんですよね。花粉症なんで。花粉症じゃない人はね、もう全然多分この辛さはわからないと思うんですけど、花粉症の人間からするとこの季節はもう鬱ですね、完全に。輸送船の数は順調に増えてるけど、もうちょっとペース上げてほしいよね。だからやっぱり造船所の入れる場所は悪くはないよね。もう、民主工場と順番入れ替えてもいいぐらいだけど。今輸送船の数58隻持っていて、交易と兵站で58使っている、まあ、つまり全部使っちゃってますもんね。この状態は実はあんまり良くないもんな。できればね、アルミも輸入しちゃいたいんですけどね。
まあ、ただまだシンガポールとかね、この辺りが疾患していない、しっかりとイギリスが確保してるんで、この辺りはね、まだまだ安心できるかなって感じはしますよね。まあ史実だとね、このインドシナ半島に上陸してきた日本軍はタイに対して軍事通行権を要求して、それを認めたタイ領を通ってね、マレー半島の方に進軍していきましたからね。こうやって見ると日本軍は陸軍を総動員して中国を攻めてますね。こうやって見ると中国は連合国に属してるってわけではないな。軍事通行権の解消、どうかな。本当にね、資源が欲しくて欲しくてたまらないんだけど、日本軍はでもこうやって見るとね、しっかり資源を確保していってますね。資源があるところ、資源があるところって狙ってるのかな。トンキンの海軍基地が本当にね、どこの国のものなのかっていうのははっきりさせたいよな。もともとどこだったのかっていうところもありますしね。さあ、ハンガリーがスロバキアの支配権を要求ということで、さらに危なくなってきましたね。で、アメリカ合衆国ファシズム打倒に立ち上がるということで、いよいよこれはアメリカが連合航空側につくのかな。フランクリン・ルーズベルトはドイツに対して警告と、対抗措置を取りますよと出てますね。アメリカ合衆国がドイツに宣戦布告。さあ、これでどうなったかっていうのをちょっと見てみますか。連合国側としてアメリカが参戦しているのかどうか。参戦はしてないね。連合国側みたいな位置づけには入ってはいないな、アメリカは。ここで初めてアメリカが連合国側に入りましたね。アメリカ軍の参戦です。これでもう日本もドキッとしたんじゃないの？早速、なんか起きてるけど、海戦が。しかもこれ大型艦だな。日本軍の方は軽巡、あと駆逐艦とかも入ってますね。14隻の駆逐艦、6隻の巡洋艦ですね、軽巡で。アメリカ軍の方はというと2隻の戦艦。これがガチンコ対決か。
さあこれで本当に日本軍とアメリカ軍も戦端を開いたんで、いやーどうしようかな。タイとしてもね、しっかりこの機に乗じて勢力を拡大したいよな。まあ確かにラオス、カンボジア、ベトナム、この辺りは支配下に収めましたけど、まだまだ野望は深まりますからね。かといって日本軍の領土に攻め込むわけにもいかないというかね、できないからね、輸送船の数が足りないでしょ、全然。あ、それでも今戦線を縮小してるおかげで今まで115、112兵站で必要だったものか63まで下がってるな。これだとどうだろう、できるんじゃない。でもせっかくならね、やっぱりあの資源があるところに行きたいからな。枢軸国側ってなるとあんまりないよな。チベットとかどうなってんだろうね。いや、まともなものは取れないな、チベットでも。やっぱ中国なんですよね、欲しいのは。輸送船に余裕が出てきたら、そしたらちょっと飛行機でも作りますか。輸送船に初めてゼロという余剰数がゼロの状態を回避できるかもしれないね。こうなってくるとやっぱりアルミを手に入れて、飛行機を作るか、それとも鉄の輸入量を増やして艦隊を編成するか悩むな。まあ領土の防衛に徹するんだったら飛行機ですよね。近接戦闘の支援を行わせるための飛行機。で、外遊というかね、その、外政を行うんであれば、海軍が必要になってくるというところだと思うんですが、どうしようかな。本当に悩むな。もう普通に考えたらね、防衛に徹した方がいいと思うんだけど、陣営マップ見てみてもね、うまみがないんだよな。中国に対して先制を告すると、連合航空側からなんかソース感くらいそうですよね。もちろん今、タイは連合航空側にいるんですが、ここに居続けるっていうのは絶対条件なんで、
日本軍もな、侵攻激しいしね。なんか強襲揚陸みたいにできなかったっけ？ああ、落下傘部隊か。空挺司令。これでもあれだよね、ピンポイントで、日本軍の占領した場所に空挺師団を送り込むっていうのはありだよね。空挺師団を送り込むための条件をちょっと見ておく。まず、離陸地点を指定するため、我々の航空基地をクリック。航空基地は利用可能な輸送機が配備されている必要がある。降下する場所を決めるため選択した基地にある輸送機の行動範囲のプロビンスを右クリック。なるほど。ってことは、まず空挺部隊を組織して、さらに輸送船を作らなきゃいけないんだな。輸送機。ちょっとそれを確認しておきましょうか。輸送機。これだな。まあ今作る余裕全くないけど。アルミがないから作れないんだよね。まあそれはそれとしてだ。で、あと徴兵としては。歩兵になっちゃうから、ここでやっぱりあれだな、空挺師団を用意しなきゃいけないっていうことになるんだな。で、空挺師団を組織するための、これだね。空挺兵が必要なんだな。ちょっとじゃあ次これを入れましょう。で、資源をピンポイントで奪う。日本軍から。普通にこのキワキワからガーンガーンと攻めていくと絶対に勝ち目がないんで、かつ中国がまたそこに参戦してかっさらわれるんで、それを避けるために空輸して一気に落下傘部隊攻略するっていうのが良さそうですね。ちょっとそれやろう。アルミがやっぱり足りないんだよな。まあ、アルミが欲しくて欲しくて。年に1.71しか作れないんでしょ？輸送機は。これじゃ話にならないよね。となるとやっぱりアルミだな。アルミが必要だ。今輸送船のちょっと余剰数を見ておくと、攻撃と兵站が88に増えてるな。なぜだ？軍勢動かした覚えなんかないけど。まあ、いずれにしてもだ。一旦貿易でやっぱりアルミをちょっとでもいいから仕入れないとダメですね。じゃあアルミの仕入れ元を探していく？アルミアルミ。ちょっとでいいんだよね、ちょっとで。
ちょっと待ってね。使用可能な輸送船はないけど、この状態でやると、いや、ここはどうしても、やっぱり今アルミが欲しい。どんだけ輸入するかだなと。ユーゴからはダメ。ギリシャからは7か。7多いんだよな。スウェーデンから3輸入しよう。これでラインがどうなったかですね。よし、年に2機 2.69 だな。だから毎3弱作れるようになりましたね。よし、新たな作戦だ。宮廷師団落下山部隊による資源の確保作戦ですね。いや、これはちょっと楽しみが増えましたね。そのために特殊部隊で宮廷兵を次研究しましょう。早速海軍をね、作って鉄を大量に必要とするようなものはちょっと無理だから、もう空挺兵を輸送するための輸送船とその空挺兵を作って、それで資源をピンポイントでダッシュするっていうね、作戦に出ましょう。南京が陥落したか。まあ実際問題だいぶね、ぐんぐんガンガン日本軍進んできてるからね。そういう意味でもやっぱりね、ピンポイントで日本軍の資源を奪うゲリラ的な作戦が必要になってくるな。ここでいかに資源を確保するかで、この後のタイの行く末が決まりますね。中心国のままで終わるのか、それとも大国化できるか。まあ、いずれにしてもまずは、輸送船と、あとは、空挺兵ですね。これが生産できるようになるのを少し待ちましょう。というところで、ちょっと今回もね、主だった進展をお見せできなくて、ちょっとね、退屈な時間過ごさせてしまったかなというところもあるかと思うんですが、引き続きアゾバヤンを太陽国でやっていきますんで、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。